こんばんは、日本の皆さん、ザンタカシです。今日も YouTube チャンネルを見てくれてありがとうございます。このチャンネルのほぼ目的は、僕が海外での、出ている英語のニュースを読んで解釈して、日本の皆さんに日本語で伝えるということです。僕の、経歴はほとんど起業家、投資家、ウォールストリートです。12歳の時に投資を始め、19歳の時にウォールストリート、ウォール街、ニューヨーク州に、勤めを始めて、22歳の時にヘッジファンドの世界に入り、26歳の時に自分のヘッジファンドを作り、30歳の時にそのヘッジファンドを売却した人です。なので僕は23歳以来、給料はほとんど一切受けてなく、ほとんど、個人財政をまとめたのは、ほぼ全部、投資のパフォーマンスのものです。今日話したいのは、日本のニュースでも出ていたし、アメリカのニュース、ヨーロッパのニュース、にいろいろなところで出ていたニュース、ですけど、日本のメディアはあんまりフォーカスがなかったこと。それは今、それぞれの中央銀行だけではなく、他の政府機関、例えば World Bank、世界銀行、それと、Asia Development Bank、これはアジア開発銀行、それと、IMF、International Monetary Fund、これは国際通貨機関、それぞれの機関、それとそれぞれの国の中央銀行が今話していること、日銀だけではなく、アメリカ中央銀行、それとヨーロッパ中央銀行、それと、いろんな中央銀行も投資機関が話しているデジタル通貨を作ろう、我々が作ろう。本当に馬鹿げたアイディアです。皆さん、信用しないでください。こんな特に中央銀行たちがデジタル通貨なんか作ったら使わないでください。なぜなら中央銀行が今ほとんどの政府の借金を買っているものなんです。なのでそれぞれのほとんど先進国はものすごい政府が借金を持っていて、それを持っているのがその実際その、ほとんどの国の中央銀行なんです。中央銀行は本当は、前の YouTube のビデオも言いましたけど、本当は独立した機関のはずなんです。アメリカでもヨーロッパでも日本でも。一応そう憲法がどこかに書いてあるんです。ルールが独立しているはず。なのに、ちょっとグレーで中央銀行それぞれはものすごく政府の借金を買っていて、もしその政府の借金とか問題があったりしたら、そもそもその普通の為替通貨が問題になりますけど、新しいデジタル通貨なんかもひどいアイデアです。絶対信用しちゃダメです。デジタル通貨そもそも僕はいろいろ問題があると思います。なぜなら、供給が技術で新しい供給を作れるっていう、それそもそもがとてもなんて言うんだろう信じられないものです。通貨っていうのはいつどこでも作れたら価格はバリューはないと僕は信じているので、簡単に言えば僕はそうですね、実際アメリカドルも日本円も、それぞれの先進国で特に政府がすごい借金を持っている国のその為替の通貨は未来的にはすごく危ないと思います。でもデジタル通貨、その中央銀行たちがデジタル通貨を作るって言ったら、これはもう本当にひどいと思います。国民を騙して、もっと政府がお金を、国民から取れるように税金を上げないで他の取り方の仕組みだと思います。なので絶対信用しないと思います。特に日銀。悪いですけど、僕は日本を応援してますけど、世界で200国ぐらいありますよね。その200国で政府の借金が国の収入、つまり GDP の比率として一番大きいのは日本。もう一回言いますよ。200カ国、世界中の国みんなを比較的に比べると、それぞれの政府の借金が、その国の収入の比率で見たら日本が一番高い。なので、国の借金、政府の借金の影響は日本が一番世界で危ない。これは事実です。もう僕の意見ではない。もう客観的な事実なんです。それで、その政府の借金をほとんど買っているのは日銀、日本では。なので、その日銀がこんな無責任な行動をして、で、またデジタル通貨を作るって言ったら、僕はめちゃくちゃ反対で、SNS と YouTube ですごく反対するべきです。と、まあ今そう考えています。今日はもう5分経ちましたので、またリクエストとかコメントがありましたらよろしくお願いします。今日も YouTube ビデオを見てくれてありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた明日まで。